でございますので、ちょっと笑顔で、最初は恥ずかしいかもしれませんが、すぐに慣れていただけると思います。お帰りの際にはもうすっかりロイヤルファミリーの、ね、スター気分でございますので、ご協力お願いいたします。それではまず手始めにスタッフに向かって行ってきますって振ってみましょうか。さあ、それでは行ってきます、行ってきます。でも早速ありがとう、大きい学生さんが振ってくださってます、大きい。結構ね、橋の上、またね、ビルの中からなんかお茶飲みながらでも振ってくださる方もいらっしゃいますので、よろしくお願いをいたします。さあ、それでは改めまして、こんにちは。本日はご乗船くださいましての方にありがとうございます。私、本日のガイドを務めます、大阪生まれ、大阪育ち、これからの大阪のおばちゃんは私でございます。行ってきます、オープン、行ってきます。どうぞよろしくお願いをいたします。あ、ありがとうございます。大阪のおばちゃんですけどね、今日柄の服は着ておりまして、でもね、アメちゃんもね、みんなアメちゃん持ってますのでね、お喉を痛い方いらっしゃいましたら、ご遠慮なくおっしゃってくださいませ。あ、ありがとうございます。さあ、それではこのクルーズ、20分で9本の橋の下を通ってまいります。ご注意していただくことが3つほどございます。まず1つ目なんですが、浅いように見えてこの川結構深いございます。深いところで6メートルほどございます。身を乗り出されましても危険でございます。またね、お写真撮るのにこうやって手を伸ばされて携帯などこうちゃんと落とされましても活動のようでございますが、私拾えません。申し訳ございませんが、身を伸ばせるしないようお願いいたします。そして2つ目なんですが、結構スピードが出ております。お立ちになりますとぐらっと来て危険でございますので、お座りになったままでお願いいたします。3つ目なんですが、向こうの方に行きますとね、一つ橋桁の低い橋がございます。ちょっとね、橋の裏を触ったらわーっとね、あんな立ってる、おきにあんな人よく言ってはりますね。もう最後のもうええわってなりますけど、それでも笑顔でお願いいたします。3つ目でございましたが、橋桁の低いところでちょっとね、立ち上がって橋の裏チャンスと思って触ろうという方いらっしゃいます。大変危険でございます。あのスピード出てるので手が切れたりしますのでね、あの橋に触ってもご利益はございません。怪我するだけでございますので、触らないようお願いをいたします。この3つぜひお守りくださいませ。さあ、いや、そうなんです。ここはね、あの、空のバスの止まり場でね、よく皆さん出てくださいます。
さあ1本目の橋、日本の橋で書いてます。同じ漢字の橋が東京にございますね。東京はお江戸日本橋ですが、大阪の場合はね、日本橋というんです。あの駅も日本橋です。だいたい大阪弁というのはちっこい通学でございますね。そこは多い言葉なんですよね。ちっこいずっこいでかいこずこい。この先ね、松山市というところございます。おもちゃの街、そこなんかですね、松山市という人は誰もいません。みんな松山市とね、こう縮めているんです。
さん見えてまいりました。正面の橋、恵比寿橋、大阪で一番有名な橋、人通りも一番多ございます。大阪に夜のニュース必ず出てきます。今日はスパイダーマン立ってますわ。あそこに時々下に降りてきて休憩しはるんですよね、スパイダーマン。この橋は今宮恵比寿神社の参道にかかる橋で恵比寿橋、橋の神の時はあの天童よしみさんの負けたらあかん、負けたらあかんで東京にというね、頑張りみんな、そして有名なグリコの看板、大丈夫でございます。お帰りの際にグリコで止めましたお写真ございますので、ね、その時撮ってください。今慌てたらろくな写真が撮れませんので。さあ次の橋が道頓堀橋でございます。この橋はですね、大変幅が広くて大阪で一番幅広の橋、44メートルございます。何かと申しますと、この上通っていますのが大阪のメインストリートの御堂筋でございます。梅田から南蛮で6車線が全て御堂筋の御堂筋でございます。あの今の季節もね、非常に綺麗ですが、年末12月になりますね、綺麗でございます。まだその時はお会いくださいませ。じゃあ次の新恵比寿橋欄干にご注目ください。白い欄干のところございますね。あれはね、日本の伝統工芸の和紙、紙をパネルで挟んでるんです。で、人が通りまして光が当たりますとね、影のようでございます。また夕方日が灯りますと安穏みたいでございます。2つ2匹ね、金魚の絵が描いてあるんですよ。ご覧いただけますが、何で2匹やねんとね、ちょっと目にくいかと思いますがね、2匹だけ金魚の絵が描いてます。そして北がこちら側にありますが、北側の方にお進みいただきますと、大阪ヤングの情報発信地アメリカ村というところがございます。1970年代にね、アメリカの古着なんかをね、サーファーの人たちが組み出してアメリカ村というのが自然発生的にできました。まだね、その他にも新日の洋食屋さん、日本で初めてオムライスを作った洋食屋さんですね、こちらの方、西新斎橋でございます。さあ、この辺は絵が飾ってありますがね、道頓堀で新しい名所にしようとしておりますが、コロナで今ちょっとね、絵は増えておりません。あの大きな獅子のね、獅子舞みたいな獅子のあの建物がね、難波の八坂神社というところに同じあんな形の獅子殿というのがございます。その絵でございます。そしてこちらは大黒橋といいまして、難波の絆の大黒神社につながるね、参道に建てられた橋で大黒橋です。以前はレンガ造りの水門がここにございまして、唐沢俊明さんの白い加工ですとか、木村拓哉さんの華麗な橋造りとね、大阪を題材にしたね、物語の時には必ずあそこ撮影に使われております。さあ次の青い橋が先ほどご紹介した橋桁の低い橋でございます。今日もね、1回目ですのでね、ちょっと水位がどれくらいか分かりませんが、通れそうでございますね、大丈夫でございます。皆さん、お立ちにならない、こっちも気をつけてくださいね。今日はどれぐらいなんでしょうね、水位。あ、結構接近しておりますね、大丈夫でございます。あの、高い時は渡れない時もあるそうでございますよ。どうぞね、ご注意くださいね、お立ちにならないようにね、ちょっと道頓堀の雰囲気違います。こじゃれた雰囲気でございます。ちょっと変わった建物見えますね。こちら左手の建物、港町リバープレスといいまして、アンテナ見えておりますね。あれは FM 大阪のラジオステーション、その下が、ね、八角形となっておりましてね、難波にある八角形の建物で、難波8というね、ミュージックホール、コンサートホールでございます。この下はね、高速道路のそこに走っておりますね、パーキング、またね、バスターミナルなどがございます。ここでお船が回転いたします。このまま行きますと1時間ほどでしょうかね、40分から1時間ぐらいで大阪湾へと続いておりますが、途中にね、京セラドームですとか USJ とか、みんなね、お食事で振ってくれてありますね、天保山ですとかね、そういうのがございますね。ここでお船回転いたします。正面見えております橋ね、浮き庭橋といいまして9本目の橋でございますが、この橋はコンペで選ばれましたね、お庭が浮いたイメージでできた吊り橋でございます。お庭ですので人しか通れない橋となっております。ぐるっと回りましたら、こちら北側になりますね。北側の方にはね、堀江という町が広がっております。昔は家具の立花通りといいましてね、家具屋さん街でございました。今はオレンジストリートとカタカナの名前になりましたね。
若者がいっぱい集まるね、おしゃれなインテリアのお店ですとか、それからショップが大変人気でございます。そして見えております建物、こちらはね、もともとあって、ここに住友倉庫さんがあったそうでございますが、倉庫を改装いたしまして、こういうね、おしゃれなレストランとなっております。カナルテラス堀江といいまして、ね、いろんなお気に入りイタリアレストランですとかね、中華か、あの辺ちょっとね、ドラム缶見えてると思います。ドラム缶のテーブル、あそこに缶詰バーといいましてね、全部あてが缶詰だそうでございます。だし巻きもたこ焼きも世界中の缶詰がね、あてに出てくるそうでございます。皆さんいいですね、お昼優雅にテラス席はちょっと気持ちがいいですね。今ね、結構ランチなんかね、1000円くらいでお安くございますよ。さあ、また深にましておりますからね、皆さんおつぶ注意でございます。お気をつけくださいませ。この橋のね、上に通ってるのが四つ橋筋といいまして、五車線北向きの一方通行でございます。大阪このように大きな道路、北向きとか南向きに、ね、一方通行となっておりますね。その下に結構地下鉄が通っております。この下は地下鉄の四つ橋筋線が通ってますね。これは阪神高速
時の救助するための救助塔もね、丸くしておりまして、これお好み焼きと見立てて、この橋全体がお好み焼きデザインの橋になっております。これ結構大阪の方ご存知ない方が多くございましてね、あの橋の上を忘れてますよ、これが。もう思い出します、申し訳ございません。今頃多分あの怒られてに被ってきました。あのこの橋ですね、お好み焼きデザインってこと結構恐ろしいです。橋の上通ってますとね、あのこて見えないんです、全く。でも今日はここに乗っていただいて価値ございました、1000円の価値ございました、大きにありがとうございます。そしてこの6本がいわゆる道頓堀ですね。あの昔はカニさんとかね、食いだろいだろじゃんしかなかったけど、今すごい看板できておりますね。写真撮って帰ってください。台場のおやつさんも横向きましたね、さっき前向いてました。はい、方向転換されました。さあ、それではね、もうすぐ夏場に到着ですが、最後にもう一つ大阪の大阪締めというのを覚えて帰っていただきたいと思います。説明しますね。私が打ちましょう、皆さんはよいよい、2つですね、もう一つせよいよい、ラストは岩手さんと、次違いますよ、よよいのよい、よよいのよい、大丈夫でございますか。練習なし、いきなり本番でいきます。よろしくお願いいたします。それでは皆様方のご健康とお幸せをお祈りいたしまして、お手を拝借打ちましょう。よいよい、私たちでよいよい、岩手さんのよよいのよい、バッチリございます。大きにありがとうございました。本日はご乗車くださいまして誠にありがとうございました。大きにありがとうございます。ちょっとね、完全に止まりますのでね、お待ちくださいませ。お忘れ物ございませんか、と確認をお願いいたします。大丈夫でございますか。はい、ありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。大きにありがとうございました。